こんにちは、井上です。そうですね、5分間聞くだけで外国語が上達するラジオその15ということで、今回は5行エッセイをやれということで話していきたいなと思いますと、言っといてなんなんですけど、その5分間っていうのをタイマーで測ろうと思ったんですけど忘れてました。まあいいや。で、これに関して言うと、僕今そのスペイン語のデレっていうのの勉強してるんですけれど、そこでね、勧められてたやつで、そのとあるサイトを見せたら、このハーバード式5行エッセイっていうのが勧められてたんで、まあ、それがいいなと思ったんで、これをお勧めしますと。まあ、実際問題としてこの本を買わなくても東洋経済5行エッセイで検索すると出てくると思うので、まあ、それを見てもらえばいいと思うんですね。で、なんていうのかな、まあ、あと僕これに関して言うと、その3つのルールで書けば話せるっていうところで、最初に結論を述べる、理由を3つ挙げる、最後に結論を繰り返すっていうので言うと、実はこの理由を3つ挙げるっていうのは結構微妙なところがあって、なんでかっていうと、そのなんだ、東洋系、あ、違う違う、なんだっけ、トーフルとかだと、なんだ、トーフルとかだと理由が3つあるよりは理由が1個でもいいから、なんていうのかな、ちゃんとその理由、具体例とかを述べてる方が点数が伸びたりするんですよね。だから僕はこれに関して言うと、なんていうのかな、最初に結論を述べると最後に結論を繰り返すだけでいいと思ってて、あとは理由を、まあ、最低1つ挙げてってことですよね。まあ、ただそこまでやっちゃうとね、細かすぎて逆に伝わんなくなっちゃうからこれにしてると思うんで、別に僕はこの本に、文句はないんですけれど、まあ、とりあえずは、なんていうのかな、そこの部分っていうので、理由を必ずしも3つ挙げなきゃいってもいいと。なんでかっていうと、そのスペイン語のサイトの人は、理由を3つ挙げなきゃいけないと思って、3つが挙げられないから、書くのが嫌になるみたいなこと書いてあったんで、まあ、実際はだから1個でもいいわけですよね。で、これに関して言うと、なんていうのかな、なんでいいかっていうと、結局終わりが決まってるのと、あともう1個は、まあ、これはね、本、わかんない、僕は本持ってないからあれだけど、少なくともこの東洋経済 の、ページを見た方がいいと思うんですね。なんでかっていうと、すごい本当にシンプルでいいっていうのが僕はすごい目から鱗だなと思って。どういうことかっていう、例えば自転車は素晴らしい乗り物だと言いたいのであればこんな感じですっていうので、The bicycle is a wonderful vehicle って言って、その後になんでかっていうと It's green and healthy、まあ、この前の green っていうのは環境に優しいってことですよね。で、It's more economical than the car It's more convenient than the trainI love riding a bicycle. で、こういうののいいのは、そこの後にもっと例えばほら難しいことを書こうとしたり、あと例えばトランジションワードってやつですよね。例えば最後の結論の部分で That's why I love riding a bicycle みたいな形で That's why って載せた方がいいんだけれど、そういうことまでやってると、みんな嫌になって書かなくなるんですよね。で、僕はこのだから5行エッセイのやつをその東洋経済で見た時にすごいいいなと思ったのは、だからその確かにいろいろあった方がいいんだけれど、最初の段階での具体例としてめちゃくちゃシンプルでめちゃくちゃ簡単なのがいいなと思ったんですね。だからこれってポイントで、なんだろう、このだから5行って形式もそうだけど、終わりを決めておくとか簡単なことでいいっていうのがすごい重要なんですよね。もちろん本当に例えばそれこそね、トーフルで点数取るとか、他の資格試験で点数取るってなったらそういう勉強しなきゃいけないんだけれど、でも結局何かっていうと、みんなそのやんなきゃいけないと思ってることの、ハードルが高すぎて何もやんないってことなんですよね。だからそういうのに考え比べると、この5行エッセイっていうのはすごくいいなっていうふうに思ったんですね。で、実際長さももう5行っていうふうに、要するにまあパラグラフ5つって決まってるから、まあ、もちろんね、もうちょいレベルが高い人になってくると5行っていうより5つの考えっていう風にした方がいいと思うんですよね。なんでかっていうと、もうちょいやっぱ話したくなってくるから。逆に多分5行に、しようとすると逆に難しくなってくるんだけれど、まあでもいずれにせよね、その5行だろうが、5つの考え方だろう、5つのアイデアだろうが、なんかフォーマットを決めちゃってそれに関してやるっていうのは僕はすごい重要だと思うんですね。で、実際僕がやっぱ教える人、なんていうの、教える時によく言うのは、その勉強時間とかでも終わりの時間を決めろってことなんですよね。だからタイマーで測定させるっていうのをよくやるんですけれど、なんで、特に文法書とかやるときはその方がいいんですよね。なんでかっていうと、結局終わり決めないでやると継続ができなくなるんですよ。で、結局語学なんてこまめにやるのが勝負だから、そうすると終わり時間を決めちゃって毎日見てる人の方が結局良くなったりするわけですよね。もちろん、
例えば僕なんかも合宿みたいなことやるけれど、それも結局この2日間は気合い入れてやるってだけであって、その2日っていう終わりが決まってるからそれができるわけですよね。だからどんな形にせよ終わりを決めてちゃんとフォーマット化して、そこに何かを入れていくっていうのは重要なんですけれど、まあ、ハーバード式語学エッセイはそれがうまくできてるからいいなと思いましたと。で今回のこのラジオもね、まあ、5分で決めちゃった方が多分続くと思ったんで、そういうふうに、ね、これからしていこうと思いますと。というわけでもう、ね、5分過ぎてるんで、今5分12秒とかだからこれで終わりますと。はい、ではでは失礼します。ありがとうございました。